はい、どうも関唾です。今回は山形市コミュニティバス、はい、ベニちゃんバス東クルリンをレビューします。こちらのベニちゃんバスには今乗っている東クルリンと西クルリンというのもあるんですね。西クルリンは見た目が黄色いやつですね。こちらは青いやつです。非常に可愛いバスですね。車両は日野ポンチョを使っておりますね。そしてポンチョの FF シフト、ようやく乗ることができました。ツクツですね。ポンチョって結構オートマが多いので、FF シフトのマニュアルって少ないので、本当になかなかね乗れないんですよ。ようやく乗ることができましたよ。ご覧のように山形駅東口バスプールから出ますね。僕もコミュニティバス出身者なので、こういったバス非常に思い入れがありますね。可愛くていい感じですね。はい、発車いたします。それではしばしの間山形市内を堪能してください。どうぞ。
い、高島です。この本町で今回は降ります。ここら辺にねちょっとね用事があったのでそういうことになりました。こうやってね山形市内をコミュニティバスとかでねブラブラするっていうのもなかなかいいかもしれませんね。山形市内はね美味しい食べ物屋さんが非常に多いのでこういった公共交通機関ましてやコミュニティバスを使って移動するっていうのは山形市としてもバス会社としてもねいいんじゃないでしょうかね。今回は本町というバス停で降りました。山形駅から少し離れたところですね。このベニちゃんバスがいい機会だったので乗ってみました。あ、これか。本町ベニちゃんバス、かわいい感じですね。はい、本町が出ますね。非常にねかわいいバスです。この音ね、リエッセと同じ音ですよね。 J05C エンジンかな、まあ、多分これリエッセと同じエンジンだね。はい、今回はここまで。ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。はい、動画視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。